京都市公共楽団は京都市日本共億プロのオーケストラである。京都市公共楽団の通称は京京日本オーケストラ連盟生会員である。1956年4月に日本で唯一の自治体直営のオーケストラとして創立された。2009年4月からは京都市の直営を離れ財団法人京都市音楽芸術文化振興財団の運営となった。 現在の常任指揮者兼芸術顧問は、広上淳一、警官指揮者に、大友直人。現在は、京都コンサートホールで、毎月1回の定期演奏会を開催している。4巻編成。創立当初から、自治体だった直営の利を活かして、現在でも、演奏機会の少ない曲を取り上げることも多い。2003年から、子供のためのコンサートを、 定期的なシリーズとして開催し、2009年からは、オーケストラディスカバリーにリニューアルした。2005年に、プラハ公共楽団と、姉妹オーケストラ名役を締結。その他、毎年12月第1日曜日に、大阪城ホールにおいて開催されてきている、サントリー1万人の第9へも、当該工業の創始年から2001年までの、毎年と2010年、2011年に、 本学団として参加している。90年代、K の響きという KBS 京都のテレビ番組で演奏会が放送されていたことがある。また、京都市少年合唱団などとの共演も頻繁に行われている。ありがとうございます。